ヨハンビルヘルム・シルマーはドイツの画家である、現在のノルトベスト・ファーレン州にあるユーリッヒで生まれた。ユーリッヒは1794年から1814年まで、フランスが占領した町で、シルマーも1814年のユーリッヒの包囲戦を体験した。父親の製本業の見習いをした後、独学で絵を修行して、1826年から、 デュッセルドルフ美術アカデミーで学んだ。フリードリヒ・ヒビル・ヘルム本社道・フォンシャドウやハインリヒ・クリストフ・コルベに学び、カール・フリードリヒ・ヒレッシングに影響を受け風景画を描くようになった。1834年から美術アカデミーの助手として教え始め、1839年から教授となった。レッシングと共にデュッセルドルフ美術アカデミーにおける風景画のスタイルを確立した。 1836年にオランダを旅し、フランスの画家、カミリユ・サグリオに招かれて、ノルマンディの旅の後、シルマーの作品の色調は明るいものになった。1840年にイタリアを訪れた後は、宗教的な題材の絵画も描くようになった。1854年に後に、バーデン大公国の大公になる、フリードリヒ一世によって、カールスルーエに新たに創設された、 美術学校の初代校長に任じられ、カールスルーエに移った。カールスルーエで教えた学生には、ハンストーマやルドルフ・エップ、アントン・フォンベルナーらがいる。ありがとうございます。